ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-061 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。ちなみに、今回は説明することが多いので、紹介が途切れ途切れになってしまっている。多少見づらいかもしれないが、ご容赦くださいだぜ。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-061。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-061 のソースコードは、標準的な保存品質読み取り専用データ用コンパクトディスク、CD-ROM、に保存してください。ソースコードを収めた CD-ROM の複製4枚を、別々の最高保安度非生物物品ロッカーに保管してください。承認された実験目的を除いて、SCP-061 のロード、コンパイル、実行はしないでください。コンパイルというのは、人間に理解しやすい言語で書かれているプログラムを、コンピューターで実行できる言語に変換することだぜ。SCP-061 についての研究提案には、サイト司令の書面による承認が必要です。SCP-061 のソースコードを収めた CD-ROM の複製の使用は、一度に1枚のみに制限されています。CD-ROM は、SCP-061 のソースコードをデバイスにロードした直後に保管所に戻してください。インターネットと接続したデバイス上で SCP-061 をロード、コンパイル、実行してはなりません。これはインターネットとの接続が直接、あるいは他のデバイスを経由してのどちらであっても同様です。また、無線接続機能を有するデバイス上で SCP-061 をロード、コンパイル、実行してはなりません。これは接続中、非接続中であるかどうかに関わらず同様です。承認済みの実験のためであるなら、3つまでのデバイス、それと周辺機器からなる LAN 上で SCP-061 をロード、コンパイル、実行しても構いません。実験中は、すべてのデバイスを LAN から切り離さないようにしてください。実験終了後すぐに、LAN に含まれていたデバイスすべてを再フォーマットしてください。LAN 用の音声出力機器は、ノイズ消去真空隔壁で囲まれた、観察室に収めてください。SCP-061 の実験中に敵対勢力の境界侵犯が起きた場合、LAN に含まれるデバイスすべてを即時破壊してください。説明。SCP-061 は、世界中の政府や個人によって開発されている同様のプログラムに対する対抗策を生み出すことを目的として、SCP 財団の研究者によって開発されている音響コンピュータプログラムです。の研究を知ったことで、財団司令部は人類の脳機能を制御する研究に可能性と有害性の両方を感じていました。音楽に、ある種の感情や記憶を呼び起こす効果があることや、恐怖や興奮を呼び起こす音が存在することは広く知られていますが、世界中の政府は、この特性を拡張しようと数十年にわたり研究していました。その中で、工事精神活動への反応を呼び起こすことに成功した初めての例が、SCP 財団の研究員によるものでした。SCP-061 の影響を受けた脳の反応は、サブリミナルメッセージに刺激された場合とは異なります。潜在意識を制御していると考えられている脳部位に働きかけるのではなく、SCP-061 が生み出す音響周波は、生み出されるにつれ意識的な思考を遮断し、これを自由に改変することが可能です。これは対象に示唆を与えるものではなく、対象の聴覚から入力された情報が、前頭葉の意識的思考をしている部位と、運動野のホムンクルストを分断するというものです。SCP-061 が生成する音声は、意識的な思考が、眠っている、と脳を、納得、させ、意識的思考が脳に与える影響を阻害します。その結果、前頭葉は麻酔薬の持つ心理学的影響と酷似した、停止、を経験します。SCP-061 が生成する音響コードは、脳の運動中枢により意識的な指令と解釈され、被験者は通常その指示に従って行動します。付記1を参照。マリサ、今の部分全く意味がわからなかったわ。簡単に説明すると、SCP-061 を用いて生成された音声で何かを命令されると、まず人間が意識的な思考をしている時に使っている脳の部位である前頭葉と、運動する時に使っている脳の部位である運動野とのつながりが分断される。その結果、前頭葉は停止状態になり、運動野は、今は何も指示が来ていない、という状態になるわけだ。その後、その状態の脳に SCP-061 で生成された音声での命令が届き、運動野はその命令を実行してしまう、ということだな。ああ、なんとなくだけど理解できたわ。では、続きをどうぞ。被験者は SCP-061 の影響下にある間、通常は無表情をすることになります。
彼らは対話しようとする試みに対し無反応であり、空腹や性的誘惑への興味といった欲求を表すこともありません。被験者は全ての命令に従うものの、何らかの理由で被験者の協力が失われると、同時に SCP-061 の制御効果も失われます。ほとんどの被験者は、制御下にあった間の記憶がないと証言しますが、一部の者は、自分の体が自分の意思に反して行動したため、ただ見守るしかなかったと証言しています。これらの研究の目的は、音声マインドコントロールの効果を打ち消す方法を発見することです。しかし、現時点で成功した対策は以下の2つのみとなっています。1つは、一時的、または永続的に対象から聴力を奪うこと。2つ目は、SCP-061 自体が、対象の聴覚中枢に高度化された指令を送り、聴覚中枢を永続的にシャットダウンしてしまうことです。この場合、対象の聴力は維持されるものの、聴覚中枢を再起動するのに必要な高度は現時点で発見されていません。欠陥こそありますが、SCP-061 は異常事象への対抗策として期待されており、さらなる研究が進行中です。マリサ、今の部分も説明をお願い。ああ、SCP-061 は、音声マインドコントロールに対抗する手段を開発している最中に生まれた副産物のようなもので、別に、SCP-061 のようなオブジェクトを作ることが目的ではなかった、ということと、その研究の結果として、対抗策が2つだけ見つかったが、そのどちらも問題を抱えている、という話だな。一つは聴覚を奪ってしまう、というものみたいだけど、あと一つはよくわからなかったわ。後者の対抗策は、SCP-061 を用いて生成された音声で、聴覚中枢を停止させる、というものだな。この方法だと聴覚は残るが、耳から入ってきた情報の、意味、を認識できなくなるという問題があり、その結果、SCP-061 を用いた聴覚中枢の再起動も不可能になってしまうということだ。ああ、なるほどね。確かにどちらも問題ありだわ。では、続きをどうぞ。ほい1。すべての被験者を音声コントロール下に置き、高度化された音声命令を発し、それから監視しています。被験者、4402F。命令、眠れ。応答、被験者は床の上で足元に丸まり、被験者の脳は睡眠と関連付けられるアルファ波を発し始めた。被験者の目は、SCP-061 の制御下にある被験者に見られる典型的な無表情を浮かべつつ、まぶたは開かれたままになっているが、同時にレム睡眠と関連付けられる眼球の移動も観測されている。被験者、4427M。命令、ランニングマシンの上で走れ。応答、被験者はランニングマシンに乗り、それから走り始めた。被験者はランニングマシンを起動しなかったので、結果的にコントロール台に衝突した。被験者はこれを止まれと命令されるまで続けた。中期、作業指向の命令についてはより詳細なものにするのが良い。被験者、4427M。命令、ランニングマシンを起動せよ。ランニングマシンの上で走れ。応答、被験者はランニングマシンを最高速度で起動し、乗り、そしてコンベアベルトに弾き出されるまで走ろうと試みた。被験者は繰り返しランニングマシンをランダムな速度で起動し、その上で走り、結果は様々であった。中期、作業指向の命令についてはより詳細なものにするのが良い。被験者、4427M。命令、ランニングマシンをジョギングの速さで起動せよ。ランニングマシンの上でジョギングせよ。応答、被験者は止まれ命令が発せられるまでうまくランニングマシン上でジョギングしていたが、止まれ命令が発せられた結果、コンベアベルトから弾き出された。中期、止まれ命令を発する前に、被験者が安全中立な位置にあるようにするべきである。報告書は以上だ。相手に絶対遵守の命令ができる音声生成プログラム、かっこ財団性、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。副産物として生まれたもので、決して使い勝手は良くないんだが、なんとも言えない愛らしさ、があるオブジェクトだな。財団のことだから、そのうち妙な使い方を思いつきそうだけどね。まあ、そうなりそうな気はするな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。